石川さんです。はい、よろしくお願いします。アレクスさん、アレクスさんです。サンドラさんです。同じフランス人です。でこの上に神様の神社があります。で水がそこから出ているので、神様の名前を付けたり。これをガッって呼んでるヨーガサス、ここの場所です。卵は分かりますか？はい、卵のような、ちょっと匂いがしたり、ゆで卵のようにこう白くなったものが出てきます。硫黄という成分、硫黄というのは消毒効果があるので、ここで動物が来て傷を治したとか。大丈夫です。ああ、お店の匂い。これ飲めるんですか？飲めます。飲めます？本当ですか？